結局地域と合わない、でそれで、まあ、地域のね、あの元々住んでる方々とぶつかってしまったりとか、はい、追い出されたとかね、結構移住の本になんか書いてあったりするんですけど、正直ちょっと僕もビクビクしてたところはあるんですよ。閉鎖的みたいなね、あ、田舎は閉鎖的みたいなね、書いてあったりとか、私はそれで沖縄から逃げて帰りましたみたいなね、書いてあって、そんなんかなと思いながらね。でも僕って、本当バカなんで、自分の目で見ないと納得しないんですよ、体験しない いいことです、ね、全部鵜呑みしないっていうね、で来てみて、とりあえず確かめてみたいから、まず近所をね挨拶してみようと思って、挨拶すると、なんねどっから来たね、愛知県です、愛知県って言うと、愛知ね、お前なんかうちなちみたいな顔してんな、僕ひげ濃いからね、愛知かよろしくねっつって、うちの孫も行ってるよとかね、そんな感じになるわけですよ、あれおかしいな、あの本に書いてあるの違うなと、でおかしいなおかしいなと、ただやっぱりよその土地に来てるわけですから、当然こちらから行かないと、向こうから来てくれるのを待ってたらね、絶対うまくいかないです、だからこちらから当然挨拶にも行くし、なんかね、沖縄の言葉で言い回るってあるんですけどね、まあなんか たくさん野菜が取れたらこれあんた食べるねみたいな、そんな感じでねもらったりとか、逆にこっちもね、例えば実家に帰って愛知県に帰ったらお土産物を買ってきて、これなんか僕買ったんでちょっと余ったんであげますとかね、そんな感じのねフランクな感じで行っても、そんなんで本当にコミュニケーション取りやすくて、逆にそれでもうすごくもう信頼、信頼関係とかもね、もう今も公民館とかも普通に行くし、おいいですね、村の行事とかもね、運動会とかもね誘ってもらってね、お前走れと、40代いないから走れと言われてね走れませんみたいな、面白いんですよね運動会がね、そう、そんなんがいっぱいあるからね、だからまあそのやっぱりどこの地域でも沖縄側じゃなくて移住するんだったら、まず自分から前に一歩前に二歩前に出て行って、でいや僕の地域はこんなんでしたよとか、そんなん関係ないので、あなたはどこにいるんですかってとこですよね、やっぱりそこを切り替えていかないとうまくいかないのかなと思いますね、自分から来ちゃってんのか、それで話しやすいんですかね、一歩前に来ちゃってるんですね、もうね来ちゃってるんですよ、なんかね、大塚健二さんっていうあのリスナー、ヘビーリスナーの方からね、1週間に1回ぐらい来てます、この人沖縄にしょっちゅう見るんですけども、ですね、もうほぼ移住してるのと同じぐらいのリスナーさんです、ね、こんにちは、月曜早いですね、月曜早いですね、滞在中はありがとうございました、埼玉からツイキャスで見てます、でいつか移住したいですねとか、気候も人も沖縄いいですよね、あはははって思ってる、多分あの社長の名前言わなかった時ですかね。上地さんじゃないですね。あ、違う、よかったですね。はい、本人か。大塚健二さんですね。本人かと思ってびっくりしましたね。はい、まあ、そんな感じで、なんか、本当にね、なんか、あ、一歩出てくるから、なんかこう、もうすでになんか友達みたいな感じになっちゃうんですね。うん、そうですよね。そんな感じで、電話してもね、僕なんかあの電話するの、一歩引いちゃうんですけど、ドキドキするんですけど、すぐ電話しちゃうんですよ。で今回はね、あの誘った時はやっぱり忙しいよななんて思って、またメールでやったんですけどね、だけどまた会うとね、なんか普通になんか喋れる、あんまり結構もう10回もあったかなぐらいの感覚でね、初めての時が、はい、そんな感覚で喋れるんで、いやいいですね、びっくりしちゃうんですけどね、やっぱそういう秘訣があるんですね、自分からもう一歩踏み込んできちゃうんですね、そうですね、やっぱり待ってたらね、なんかもう壁がないんですよ、うんうん、不思議となんかスッて感じで、話しやすいというのはそういう秘訣なんですね、沖縄に合ってるかもしれないですね、あって考えたら、なるほどね、沖縄のおじいおばあもなんか喋ったらもうどんどん喋り続けるじゃないですか、あそう、だから余計このコミュニケーションが取りやすい、ね、梶田さんもそうだと思うんですよ、なるほどねじゃあの一旦コマーシャルの後またね、いろんなことを質問してみたいと思います、はい、はい、じゃあ一旦コマーシャルです。いやそっか、面白い、いい秘訣が聞けちゃいましたね、そういうことだった、でもなかなかね、あのうちの奥様なんかはなかなか難しかったみたいです。
ますよ。あ、そうなんですか。働くペースが違うとかね。あ、学校とかも結構、うん、子供たちはね、小学校1年生と幼稚園の時に来てるから、はい、だからあんまりこう我がないっていうかね、の時に来てるから、言葉もスーッと沖縄弁に切り替わってったし、もうちょっとあがなんて平気で言うんですね。そうそうそう、お姉ちゃんなんかもう切り替えてますね、2カ国語喋るもん家に帰ってくるといつも通りで、で学校行くともう車から降りた瞬間にパチッ、マジっすか、みんなって言って、そこからもう沖縄弁に変わるわけです。じゃあ考えちゃうんだ。その頭の中どうなってんやろ。へえ。さすが子供は。面白い。これ誰ですね。カジだけ来てほしいですね。ちょっとまだ。そうですね。できればね。うちのファミリーは大変、うん、面白いですね。面白そう。ワンちゃんも来ちゃいますからね。意外に人見知りですから、ね、あ、本当ですか。え、あれでですか。意外に。え、そうなんだ。じゃあ結構、じゃあ無理してるんですかね。いや、まあ、仕事になればあれなんだけど、仕事、例えばこの営業時間外になるとね、うん、人見知りがスイッチ入る。なるほど。人見知り、うん、はい、10秒前です。はい、待ってあげます。はい、沖縄移住でワクワク楽園生活の時間です。はい、はい、それではですね、うん、前半はいろいろ、まあ、前半もいろいろ聞いてみちゃったんですけどもね、後半もまたいろいろ聞いてみたいんですけども、これまあ、お店のことちょっと聞いてみたいと思います。移動するのがね、アメリカで作ってる車で、フォードのよくなんだろうな、アメリカ映画で出てくるアメリカンピックアップトラックとかいう、うんうん、ちょっとなんだろう、生かした人たちが乗っている、はい、サーフボードなんかをね、うんうん、荷台なんかにパンって乗せて、はい、走り回るようなピックアップトラックのでっかいの乗ってるんですよね。でそれでなんだろう、やっぱりアメリカ製なんですよね、あれね、アメリカ、ね、はい、エアストリームっていうアルミで外側ね、うん、できたなんだろうな、アメリカで走ってやっぱり地下鉄がそのまま車になっちゃってる感じって言ったらいいんでしょうかね。うんうんうん、であれのピカピカのやつがトレーラーで、それを引っ張って、うん、移動してらっしゃる。うん、でそれはなんか広いんですよね、キャンピングカーもね。27フィートですね。27フィートっていうと皆さん思い浮かばないかもしれないけど、うん、僕ボート乗ってるんで。27って言うと結構大きいんですよ、うん、8メーター超えてますよね、そうですね、8メーターちょっとぐらい、うん、それをでっかいので引いてるから10全長で言うと15メーターあります、ね、観光バス12メーターですからね、フルサイズでね、それを超えてる長さですね、目立ちますね、もうね、目立ちますね、でやっぱりそれもね、ボディとかにサムライライフ&ミカフェとかってちゃんと入ってたりして、これまあ、数字の意味とかはね、まあ、数字の3の意味は三歩よしという言葉ですね。でミカフェっていう、それも3っていうのもこれあれですかね、ミカフェってなんか奥さんの名前がミカです。ミカさん、はい、でそれもかけてるんですか。あ、それはかかりましたね、見事に。ああ よかったすごいですね、うんうんうん、もうね、なんかそういう、うちの母親がですね、はい、まあ、NTT で勤めてたんですよ。その時に、その当時がフリーダイヤルを売る仕事をしてたんですよね、営業。その時に語呂合わせをするじゃないですか、うん、フリーダイヤル、はいはいはい、電話番号ってね、はい、でその語呂合わせばかりをしてるんで、家に帰ってきても常に語呂合わせをしてるんですよとか前の車走ってるナンバーを見ると、この人あれだねみたいな、とかそれがもう習慣つけてるんで、僕も姉も兄貴もかもしれないですけど、もうそれがもう頭に入ってるんで、うん、みんなそういう家族になっちゃってるんですよ。なるほど。じゃあ座布団1枚とかそんな感じでもできますね。もうレベルが高くてですね。それでまあ3は入れたいなと思ってて、まあ侍の3で3を入れた時に、でカフェもう名前付けとかないとパッと分かんないからと思った時に、はあ、来た
ミカフェってミカフェやん。めっちゃ来てると思った時にそれをノートにね書いて、ちょっとちゃんとねイラストでバーってちょっとかっこよく書いて、こんな感じかなで見せた時のもうドヤ顔は多分今世紀最大で、ドヤみたいなね、もう本当にもう。そしたら奥さん失笑みたいな。失笑でしたか。失笑でしたね。もうまあね、まさか人につけられてね自分の名前入れてくると思ってない。でも最近は本当ミカフェのミカですって言ってね、ああ自分で言ってるから、ね、その時にまた再び僕のドヤ顔が奥底から出てくるわけですよ。こんな感じですかね。そうそうそう、本当にそんな感じですね。なんかね、あの車のナンバープレートもあれですか、1058、これは早押しですね、1058。これ何でしょうか。さあ皆さんクイズですみたいな感じですけどもね、1058、なんか聞こえますかね、これね。大塚健二さんなんかね、パパッとも思いついてますね、これね、多分。パパッとね、はい、わかんないですか。1058、あの数字で言葉で言うからダメなんですね。ナンバーで1058って頭に浮かぶと、もうあのそのままあのお店の職業の職業なんでしょう。わかった、すごい、言っていいんですか。はい、いいんですか。もちろんもちろん。間違えろ、はい、間違えろ。ダメダメ、そんなプラスじゃダメです。もう当てに入ります。はい、床屋。そうですよね。あーすごい、すごいですね。あのトレーラーも車も床屋さんで揃っちゃった。そうですね、1058、1058で、同じナンバー取れなさそうなんですけどね。うん、意外に。はい、これあの取らしてって言えば、いやいや、あのお金払って取るんですけど、うんうん、そうなんですか。そうそう、ただあの例えば僕の方の引っ張る方のフォードのねトラックが、1058使っちゃうと、今度トレーラーの方1058も使ってるから使えないじゃないですか、うん、同じナンバーにできないから、はい、でもあのトラックの方は1ナンバーって言って大型トラックのナンバー、1ナンバーなんですよ、はい、だけどあのトレーラーの方はキャンピングトレーラーなんで8ナンバーなんですよ。なるほど。なのでナンバーのプレートは一緒なんだけど、そこの数字が変わってくるんで取れるんですよね。あ、なるほどね。でもちょっとこれあの裏側の話で、別にねすごい話じゃないですけど、陸運局でね、あの申請して取るんですよ、お金 4,5 千かかるんかな、自分でこのナンバーにしたいんですっていうと、例えば888とか、ね、8とか、そんな人気でね、うんうん、取れないんですよ。ありますね、ありますね、はい、777とかね、取れないんですよ、もう人気ありすぎて、はい、なんだけど僕もね、もしかしたら取れないかもしれないと思って、陸運局行ってで先に予約がいるって言うんで、電話してね確認して、で恐る恐るですね、すいません1058って取れますかねって言ったら、もう間はね全くなく、あ大丈夫ですよ。そうなんだ、大丈夫です、大丈夫です。え、調べてくれました今空いてますと思ったんだけど、大丈夫ですって生きられましたね。食い気味に床屋なんてナンバー誰も取らないもんな、床屋さんしか。いやすごいですね、でも覚えやすい、ね、覚えやすいですねって考えたら。でもなんかね、床屋さん今聞いたら床屋さんみんな取っちゃいそうですね、これからね。床屋だから思います。1058だろうなんてね、はい、いやだけどみんなあれじゃないです、プライベートの車にね床屋、私床屋ですってそこまでやんないね、なかなか。あ、なるほどね。いや面白いですね、これエアストリームの1984年モデルって、これやっぱりそこら辺の直屋さんに売ってないですよね。そうですね、これはあんまり流通してないもので、当然買おうと思っても高いですし、値段もね、で年式とかもあって、あと形とかもあるんで年式によって違ったりとか、でまあそういうのでいろいろと探さないと出てこなくって、僕買ったのはインターネットの、あの富山の方がやられてるエアストリームギャラリーの安井さんって方いらっしゃるんですけど、そちらの人がやってるサイトからあのお願いして、でこっから加谷さん勝負だよみたいになって、あのなぜ勝負かというと、エアストリームというこの車体がですね、アメリカで販売されてるんですけど、はい、中古車もねあの販売されてるんですけど、そのサイトが世界に向けてインターネットだから発信されてるじゃないですか、世界中からその車体をみんな買いたいと思って見るわけですよ。そうなんだ。だからこのまあね、あ日本で言うとグーとかね、カーセンサーとか、あとなんかねいろいろあるじゃないですか、はい、あれはまあ日本人向けのサイトだと思うんですけど、
ではなくて世界中向けに発信してるから、世界中の人が一斉に見てて、売りに出した瞬間にみんな買いに来るわけですよ。だからあこれと思った時に買いますってお金をさっと入れないと他に買われちゃうんですよ。あそうなんだ。だから自分が欲しい車体が買えるかどうかっていうのは本当なんていうのかな、タイミング。へー、僕も一回それで逃してしまって。あ、うん、逃したことあるんですね。あるんですよこれが。だからもうね、もうまた出てきた時にもう焦ってね、どうしようか、行くそんなね2000とか3000じゃないですからね、はい、桁が違うんで、桁がね、そうなんですよね、行くみたいなうわ、もう不動産ですねそれね、本当に。へえ、動産なのに不動産的ですよ本当にね。スーパーカー並みですね。へー、でこれ 何桁万円なんですか。これはまあでもそんな言うてもね、僕が買ったのは、500ぐらいかな、うん、そんなにするんですか、うん、なんですけど、まあ移送費とかね、あといろいろとメンテナンスしてもらったりとか、うん、車検も取らなきゃいけないしとか、うん、結局ね1万4000キロ1万5000キロぐらい旅をしてきてるんですよ、はい、シアトルにあった車を購入して、でロスまで陸送をかけてもらって、うん、でロサンゼルスで今度ちょっとメンテナンスを入れて、でそこから船に乗せて、でロスから今度横浜港に入って、で横浜でまた今度通関通して、車検の整備ですね、うん、車検の整備やっていただいて、そこからまた船に乗せて沖縄まで来てるんですよ。もうね、まず僕が旅する床屋になる前にエアストリーム君は旅をしてきた、ね、そうですね、そう、その車もね、うん、ワクワクドキドキでしょうね、うん、どうなっちゃうんだろうって。確かによかったですね、そんなまさかそんな床屋さんになるなんて思ってなかったでしょうね、その車もね、もともとはキャンピングカーですからね、床、うんうん、屋さんかよみたいな今ね、うんうん、ちなみに内装とかもご自身でされたんですか。そうですね、僕とあと友達に大工さんがいて、それまでそんな仲良くしてたわけじゃないんですけど、まあ、知ってるぐらいだったんですけど、コンビニで見かけたんで捕まえてうわっ、いたみたいなちょこいこいこいってちょうど話があった話があったみたいな、もう一歩入られちゃったんですよこんなことしようと思ってるから、お願いねって言ったんですよ、うん、えみたいなやったことないよって言われたけど、もうやったことないから一緒にやるのさっていう話をして、うん、よし一緒に作ろうって言って、すごい困ってましたけどね。いやでも完成するまでどのぐらいかかりました。完成するまでは思いついたのが2017年、うん、2018年か、去年今年で1年だから、あ違うな、その前だから2017年の、4月にふと思いついて、はい、思いついたら動き出して、でダダダダッと動き出して、お金を借りるとこから始まってですね、ここ国からお金を借りて、でまあそれを説得するのもまたちょっと得意技なんでパパパッとお願いして、でお金が下りたら購入ですよね、はい、で購入に移って、でなんだかんだ言ってトータルで10ヶ月でお金を借りるとこ、まあ、頭で思いついたとこからですね、10ヶ月でオープンまで、はあ、その間にエアストリームも旅をして、2ヶ月間の旅をしたりとか、うんうんうん、いろいろとね、2ヶ月もかかってんとか。そうで、その改造もね、結局やったことない人の集まりですからね、僕の頭の中にはこういうイメージがあるけど、うんうん、大工さんはでもやったことない、この壁はね、うんうん、丸いしそうですよね、丸ですもんね、そもそも車だから、うんうん、床もまっすぐじゃないんですよ、うんうん、建築用語で言うとね、まあ、レベルってまっすぐ、ね、水平が取れてるかっていうね、床が水平じゃないと今度柱が立たないとかね、張り立ての難しいとかあるんですけど、うん、だけどね、そんなんが全部規格外なんで確かにおいどうしようみたいなすごい、どうしようどうしようみたいな、いいじゃんこいでみたいな、大丈夫だよみたいななんころないさねみたいな大丈夫大丈夫みたいな感じで、ね、やっちゃったんですよね、はい、でまあ本当大工さん最後の最後まで本当気抜けなかったと思うんだけど、でもう大工さんも水道屋さんもガス屋さんも電気屋さんもみんなね本当力貸してくれて、あガスも必要ですか、ガスもだ
あ、そっか、冬使うから。冬はね、沖縄あったかいって言ってもね、水で洗うわけにいかんじゃない。そうですね。そうなんです。そう言われればそうですね。そっか、床屋さんだもんな。そうなんですよね、ガスをつけてね。まあいろいろとその秘話を話し出したら多分、まあ、1年ぐらいずっと喋り続けることができるぐらい、はあ、まあ作るのは10ヶ月でしたけど、はいはいはい、うん、かなり詰まってるんで、問題点もねいっぱいあったんで、それを解決していってね、出来上がって、本当だから一人一人みんな、僕だけじゃなくてね、あのやった人たち、関わってくれた人たちがみんな感動したんじゃないかなっていうね、まあまだこれからなんですけど、それだけでね一つの番組できそうですね、すごいですよ、ね、本当に、面白いですね、でもね、面白い、すごいドラマですね、誰をドラマにしてもね誰を主役にしてもなんかドラマができそうですね、これね、車一つ撮ってもねドラマですからね、はい、いやこれ車にとっても嬉しい使われ方ですね、これね、エアストリームに生まれたいってぐらいですね、すごいですね、もう本当になんか、ちょっとなんか今度見たらねちょっと撫でたいぐらいですね、本当にね、でもそういった車ですよ本当に、うん、あ、なんか味があるようなね、うんうんうん、本当にいい車なんですけど、見ても楽しめるってことですよね、そうです、うんうん、あの多分ね、あの今流行ってるんじゃないですか、あの映えるとかって、あ、はい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 、絶対映えますね、はい、インスタとかですね、そうそうそう、うん、いいですね、でもこの多分沖縄の海とめちゃくちゃ合いそうなんですよ、合う合うでもあの車本当どこに行ってもない、うん、なんかどこにでも合いそうな感じはしますね、得意な形はしてるんですけどもね、うんうんうん、なんか本当にね、うん、いい形っていうか、うん、いい感じの、うん、あれよく目つけましたね、ねえ本当に、それをまたね、あのピックアップトラックでアメリカンに引っ張るとね、なんか沖縄にも本当にねバッチリ似合ってますね、うん、あのアメリカンなのにアメリカ人もなんか憧れちゃうようなやなかなかできないような、ね、確かにそうですよね、やり方を本当にやっているというね、うん、素晴らしいですよね、ちなみに戸口ビーチ付近だと外国の方が多いと思うんですけど、うん、来店は結構多いですか？そうですね、外国の方は僕が立ち上げてるサイトがほぼ日本語版なんですよ、はい、うん、インスタとかも、まあ、あの翻訳使えば見れるんですけど、うん、普通にフォローもしてくれるんですけど、やっぱり直接来る人が多いですかね、あ、やっぱそうなんですね、あ、そっかそっか、うん、そうなっちゃいますよね、で直接来てしまうとやっぱり今ちょっと予約入ってるわってなると、うん、OK って言って帰ってくんですけどね、なんか心苦しくてね、うん、やっぱ今切りたい、今この夕焼けが綺麗だから今このタイミングで切りたいけどっていうのをね全部対応していきたいけど、うん、なかなか一つしか席がないですね、こればっかりはね、もういい時間はもう早めの勝ちですね、でもね予約してもね今日が晴れとは限らないですからね、まあまあそうですね、うん、その時のまた風景も変わってくると思いますからね、うん、それはもう一日ね一期一会じゃないですけどね、うん、なんか大塚さんからまた、はい、来てますよ、あ、やったことないから楽しいかもとかねなんかガスのところでは太陽光と蓄電技術もうちょっと進歩したらガスいらないかもですね、本当ですよ、あと車生きざまみたいなところあるからなって、あ、そうなんですね、特にね、なんか昔作られた車ですからね、そうなんです、人のあれが入ってるかもしれないですね、うんうんうん、気持ちみたいなのがね、はい、うん、なんか昔の車ってそうそう、特にアメリカの車とか生き物みたいなところありますよね、本当にね、本当にあのオートバイでもハーレーなんてね、うんうんうん、あのそこら辺止まっててエンジンかかってるとドコ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 とかって動いてますからね、うん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 、それがなんかあのなんていうのかな、あの日本のかっこいいオートバイみたくあのなんだろうな、いい音でこうふーとかって、はい、うんうん、振動がないような感じじゃなくて、うんうんうん、なんかこうトコトコって、はい、なんかビクビク動くみたいな感じで、うんうんうん、生き物的なところがね、アメリカのあれ V8 エンジンなんですか、 V8 の 6000cc です、ね、6000cc の、まあ、ディーゼルなんですけど、はい、面白くて、僕いつも会話しながら乗るんですよ、で本当は車とですか、はい、いいですね、あのエンジンなんかでもね、やっぱりこう
調子悪い時なんかちょっと音が変わったりするんで、そこら辺はね、うん、声かけながらやってます、うんうんうん、車と。へえ、まあ昔はそうですよね、うん、そんな感じで車乗ってる人はね、いろいろ声を聞きながら調子見ながらってところありましたもんね、うん、行ってみたい人もね、随分いるんじゃないでしょうかね、うん、いると思います、はいはい、わざわざあの髪を切るために飛行機乗ってこの読谷まで来るとかね、うん、そういうことも楽しいですよね、うんうん、あると思います。で髪を切ってる間あの戸口ビーチで遊んでもいられるし、家族で来ても、ね、はい、で髪を切ってすっきりしてね、あのまたバーベキューとかっていう楽しみもあるし、うんうん、はい、すごいまた楽しみが増えると思いますね。でこんな生き方もできちゃうというね、うん、このね、梶田さんのね話もちょっと聞いてみたいですよね。はい、はい、独り占めできますか、ね、うん、独り占めするしかないですからね、うんうん、もうね、はい、もうまずは実際行ってみて体験していただきたいですよね。すごい人をね呼んできちゃいましたね、はい、はい、本当に僕もねあの髪切りたくてこう行くんですけどもね、ポッて行ってもなかなかあのいけないですからね。はい。あ、なんか、はい、またもうすごいですね。はい。V8 6000cc、 すごいですよね、本当に、ね。本当すごいです。髪の話はね、大塚健二さんはねちょっとあの。トゥルッてしてる。トゥルッてしてる。でも大丈夫ですよ。行ってみてくださいね。そういう話ですね。はい、まあ髪の毛がねあるうちはね。いやなんか僕が得意なのに、まあ、髪の話一切しないんだよ。いうツッコミかなと思ったんです。すいません。あるうちは好きにするがいいさって半分いじけてますけどね、笑ってないです。大塚健二さんね、すいませんでしたね、はい、そういったことでまた来週もよろしくお願いします、はい。ありがとうございました。もちろんです。